トゥデイズアイです。火曜日恒例の企画ラーメンファイルズ、今日から4回にわたってロサンゼルスのラーメン店をご紹介します。記念すべき1回目は一般ユーザーによるレビューサイト Yelp でアメリカのレストラントップ10に2年連続でランクインした大人気店です。今日はグロ東京に来てます。以前番組でロサンゼルスのラーメン屋さんの情報を募集したときに一番多かったのがこちら、大黒屋。 Let's find what all the buzz is about。 アメリカ最大の日本人街リトル東京で10年の間人気を保ち続ける大黒屋。その人気の裏には創業当時から守り続けた秘伝の隠し味があった。西海岸の風に吹かれてちょっと大胆になったアレックスがその秘伝を強引に聞き出す。ニューヨークじゃなくてロサンゼルスラーメンファイルズ。130年近い歴史を持つロサンゼルスの日系人社会発祥の地リトル東京。ここ最近は日本人以外のアジア人やアメリカ人の姿が目立つようになっています。その一角にあるのが大黒屋。街の雰囲気に合うようオーナーが集めてきたという骨董品が並ぶ古き良き昭和を思わせる店内には開店から閉店までお客さんがあふれます。 I love the soup and I like the atmosphere. We've been coming here for 6 years now. The broth of it, the flavor, it feels very homemade. So if, you know, we're Latinos, but our, it just feels like mom made it. そんな大黒屋の変わり種ラーメンからご紹介。昔この店にいたシェフで開発者である吉永さんから名を取った吉麺は従業員に大好評だったまかないがお店のメニューに昇格した一品。豚骨ベースにみりんや一味唐辛子、お酢、ラー油が入り甘さと酸っぱさがいっぺんに楽しめる他ではなかなか味わえないつけ麺です。でもロサンゼルスでの初ラーメンは熱々の王道ラーメンじゃないとこの吉麺はお預け。アレックスがロサンゼルスで初めて食べるラーメンに選ばれたのは大黒ラーメン。豚骨醤油ベースのスープにメンマ、もやし、味付け卵などラーメンには欠かせない具が抜かりなく並び、たっぷりのったネギが食欲をそそる一杯です。1日に400食から500食は出るこの10年間の看板メニュー。さてついにラーメンにありつけたアレックスは、僕の大好きな縮れ麺、あー嬉しい。うん、うん、あと嬉しさに思わず笑ってしまうほど絶品の豚骨スープ。古いスープに新しいスープを継ぎ足しながら煮込み続ける手間のかかる呼び戻し製法。さらに豚骨を煮ている鍋からお客さんの器に直接スープを継ぎます。これは濃度調節がとても難しく、器ごとに味と濃度を見極めなければならない確かな舌と経験が必要な作業です。そして要の豚骨にはこんなこだわり。熟成した骨を入れてます。一度アクを取って冷やして、で、まあ、大体半日ぐらいなんですけども、それを入れると、スープにうまみと香りが増すということで、これやれるようになったのは営業して4、5年ぐらい後ですね。多層的なうまみですし、でも正確に何が入ってるんでしょうか。何か隠し味に何かが使われているような気がします。ラーメンを食べ続けてもはや侮れない舌の持ち主になっているアレックス。このスープにはさらに秘密があるはずとマネージャーの高橋さんを探して奥の調理場へ。ここでアレックスのラーメン道。高橋さん。あ、アレックス。あ、ちょっとカメラさん、ちょっと。何やってるんですか。いや、これはちょっと。と散々渋った高橋さんが渋々見せてくれた初めて明かされる大黒屋の隠し味。これナンプラーなんですよね。ナンプラー、うちの使われているその豚骨スープにこのナンプラーのこの臭みを噛み合わせると豚骨の味が際立つ。信じられない。わお、
You're really putting fish sauce into the tonkotsu ramen. Wow. 今回初公開の大黒屋の隠し味、ナンプラー。創業以来10年間、同じものを使い続けているといいます。こだわるところはこだわり続ける。しかし、リトル東京の変化に伴って変わる客層に合わせ、試行錯誤を繰り返してきた大黒屋。10年前は本当に日本人ぐらい、あと少しアジア人が来るだけだったんですけども、最近は白人の方、ヒスパニックの方、黒人の方もよく見ます。アメリカ人の人ってすすることができなくて、僕できるけど、ね、それで一回ちょっとね、ぬるいラーメン、そんなに熱くないラーメンを、まあ、そうで出して、でそこでまあちょっと迷走した時があって、失敗もありながら絶対に譲れないものがもう一つ、客を思う、その気遣い、思いやり、そして従業員の活気、元気、日本的なおもてなし、そういう、はい、間違いないですこれからもずっとロサンゼルスで人々を魅了し続けていただきたいと思います。 It has a lot of fans here and now I'm one of them。マネージャーの高橋さん、なかなかノリのいい方でしたね。取材慣れしてるんでしょうか。そしてお店もとってもあったかい雰囲気でしたよね。あの自慢のスープの元である豚骨は、まだ使えそうな骨を手作業で選んで再利用するなど、人気にあぐらをかかず、そういうところで節約してコスト削減も図っているんだそうです。さて最後にアレックスが大黒屋におねだりをしちゃったそうです。何か視聴者プレゼントとして何か、クーポンとかお願いできますか。はい、あ、うちからはすいません、お願いします。あ、おお、これ餃子ですか。あのクーポンをお持ちしていただいたら、我々の方でこちらの方も、提供させていただきたいと思います。いいですね、お得ですね、太っ腹いやいやいや、ということで大黒屋のリトル東京店にクーポンを持参した方、餃子をサービスします。クーポンは番組のホームページでゲットしてください。先着50人なので応募はお早めにお願いします。